野々村誠の広島魅力発見。調査隊員の大崎上島町役場の昭和武です。今日は長い歴史を誇る大崎上島の伝統行事の魅力を発見。大崎上島町は広島市とともに広島広域都市圏を構成する23の市と町の一つです。ゆったりと穏やかな時間が流れる大崎上島ですが、年に一度島の皆さんが白熱するイベントがあるんです。それが東の住吉祭りです。毎年8月13日に開催される東の住吉祭り、フィナーレを飾る花火はおよそ3000発の会場花火を目の前で楽しむことができます。東の住吉祭りのメインイベントの海電馬競争は、参加者が練習を積み重ね心を一つにして船を漕ぎます。地区対抗でレースを行うのですが、毎年激しい戦いとなり、国交省の島の宝百選にも選ばれている伝統行事です。ではここでクエスチョン。競争で使う海電馬にはそれぞれ特徴的なデザインがあるのですが、後ろ側に描かれている絵は大きく分けて2種類あります。ではこの絵は何をモチーフにしているでしょうか。1夕日、2塩田、3海鳥。野々村さん、直感で当てちゃってください。なんとなくどれにでも見えるよね。よし、素直に言えば1番の夕日です。広域都市圏イベント情報。毎年8月19日、20日に今高野山通りで開催される高山20日恵比寿。昼間は釣り人形、夜はにわか狂言を従え、3台のだんじりが街を練り歩きます。ぜひお越しください。それでは正解発表です。海電まで使われるこの船にはいろんなデザインがありますが、こちらは夕日をモチーフにしたデザインです。ほら、太陽が海に沈んでいく様子になっているでしょう。海電馬の船は右側面と左側面で対になったデザインになっており、船の後ろ側には朝日や夕日のデザインが施されています。ということで、こちらの船のデザインのモチーフは夕日でした。野々村さん、正解。いやー、直感が冴えてますね。いやー、でも海電馬ってすごいですね。本当にちょっと見てみたい。東の住吉祭りは8月13日の月曜日開催です。海電馬競争は朝9時50分から、花火の打ち上げは夜8時10分からです。今年も盛り上げていくのでご期待ください。ザ・広島ブランド認定特産品の中から穴子ちくわ4本入りを抽選で3名の方にプレゼントします。番組ホームページからご応募ください。次回は広島国際アニメーションフェスティバルを